しこたま迷惑してたんですよ。本当に許せんかったね。まあみんなも許せんかったと思うけど。そう、あのね、まあそもそも、まあ彼の話をしだすと長くなるんやけど、まあ最初からおったっちゃん。最初の頃は俺知らんかったったやつの彼の存在を、なんか話にしか聞いたことなくて。まあ、なぜかっていうと、まあ俺らの現場に1ミリも顔出さんし、別に。俺ら昔 DJ しよったけど、そんなに売れてない頃とか、マジで顔出さんかったっちゃん。もうほんと関わってこんかったじゃん、ライブに。ライブ関わってこんくて、だけどういうやつかも知らんで、でも、その時俺らマジで、本当に給料なんかで、ね、1万円とかしかなかったっちゃん。マジで。やばみたいな、普通に。いや、さすがに1万円じゃ生きていけんってなって。で、そう、その時に、いや、ちょ、さすがにこれ相談しようと思って、ちょ、1万円じゃ生きていけないですっていうのを相談したわけよ。したら、その時に彼が出てきたと、ボンって出てきて、いや、俺ね、その時のことはね、まだ覚えと。で、その時に、あいつが俺らに何て言ったかっていうと、いや、うちの会社は、歩合だから、みたいな。歩合だから、君たち今まだ数字もないでしょ、みたいな。頑張れてないわけよ、みたいな。君たちがもっと頑張って有名になったら、うちの会社は歩合制だから、給料もらえるようになるよ、みたいな。だからもっと頑張りなって言われたわけよ。けん、覚えとけよ、と思って。わかったね。歩合ね、と。わかりました。歩合ですね、と。じゃあ、わかった。頑張るよ、っつって、社長と銀太とその時3人やったけん。頑張ろう、っつって、頑張りよったと。うわーって。頑張りよったら、給料だって。給料制になったじゃん。え?と思って。あれ?みたいな。給料制だったよ、と思って。やばってなるやん。そのなんか、あれ?みたいな。あいつ、最初、歩合って言おったのに、給料制になったと思って、突然、都合悪くなったら、許せんなと思ってたじゃん。で、なんか、その給料制になった頃くらいから、なんかライブとかに顔出すようになってきて、でも、本当にね、マジで仕事せんと、なんか、多分知っとる人は知っとると思うけど、山本さんとかは、あ、そうなんかさ、例えば物販手伝ってくれたりとか、そう、多分なんかさ、ライブに来たことある人は多分知っとると思うけどさ、物販手伝ったりとかしよったちがマジであいつ、ほんと全然手伝わんと。控室にずっとこうやって座っとる。で、なんかキャバ嬢とかいっぱい連れてきて、なんか俺がレペゼン育ててやったぜとか言いながら、ずっと控室に座っとるだけじゃん、キャバ嬢と話しながらね。何やってなるやん。でもほんとずっとそんなんで、一回マジで俺、マジこいつうぜえと思ったのは、なんか、その会場入りが、なんじゃったかなんか多分1時に会場入りしろよとかやったじゃん。で、それなんか結構道混んどって、で、あとなんかさ、ご飯とかも買ってなかったっけ、コンビニ寄ってから会場入りしようと思って、ご飯買って、弁当とか買って、で、12時50分ぐらい着いたっちゃん。12時50分ぐらい着いたのか、5分遅刻したのか、わからんけど、もう多分ほとんど間に合っとったっちゃん。ほとんど間に合っとったっちゃん。で、さ、ほとんど間に合いながら、すいませんって言って、さ、ご飯とか買ってましたって言って、控室着いて、なんか弁当とか食おうと思ったら、さ、テーブルの弁当とかガッシャーみたいなされて、もえーみたいな。何コンビニ行きようとやみたいな言われて、はって間に合ってますけど別にみたいな。いや、普通にこっちに来るやん、こっちも。嫌いやけ、俺は。もう俺、仕事の嫌いやったっけ。普通になんか胸ぐらバーン掴まれて、お前みたいなあったし、誰こいつとか思いながら、覚えとけよ。絶対お前のこと忘れねえからなって思ったじゃん。したらもう、あいつは大はっちゃけしてましたよ。許せねえよ、ほんと。たまらんね。すごい、やばいやけん。なんか散々なんかガチャガチャされよって、そう。えけもうめっちゃ嫌いやったじゃん。めっちゃ嫌いやったのって。えけもう、ね、マジで嬉しい。なんか、ざまでしかない、ね、普通に。